お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。今週は、三軍対戦ですね。久々なので、二軍をどうするか悩みましたが、なんとか、作れましたよ。ところで、ちょっと無駄話。皆様、Facebook 連携はうまくいってますか？私は、9月6日からエラーが続出してまして、未だに、うまくいってません。少し手間を加えれば、なんとかログインできるんですが、面倒なので、なんとかうまく連携してほしいんだけど、運営さんも修正できないっぽいんだよねー。ログアウトして、数時間後にログインすると、また同じエラーが出て、その都度対処してって感じ。ま、その辺のことを、近日動画にして残そうと思ってますので、Facebook 連携してる人は、一度チェックしてみてくださいねー。動画作ったら、運営さんにも送りつけてみようかと思います。それでは、軍団戦、見ていきましょ。最後まで、ゆっくりしていってね。第一姿勢は、23番に攻めました。施設レベルは、206でしたね。いつもの一軍での出撃ですね。はい、中の回復等だけ注意かな。周りはすんなり削れそうなので、それなりで、行きましょ。左から芝居、右に炎症、上から砲塔、下に竹竜ですね。ちょっと右上が不安だけど、周りの削りは大丈夫かな。右上は余毛で削りますかね。はい、この段階で脳高いけたのは楽ですな。ということで、迷うことなく右上は余毛ですね。はい、波状もできちゃった。それでは、気持ちよくさらちいただいちゃいましょ。ということで、さらちスタートです。第二姿勢は、29番に攻めました。施設レベルは、77でしたね。久々の二軍での出撃ですね。はい、武将は聴覚とかもいますが、気にせずサクッと終わらせましょ。下に、秘境分岐。右から、ブレス攻防。上に、カッカ。左から、リプソンとカンウですね。ま、武将対決で負けても、しょうがないので兵でいけますね。一応、脳高だったんだね。ま、余裕なので、しっかり壊しに行きますよ。
はい、余裕でした。二日目は、この状況だったので、失勢なしでした。奪還は、22番の人に攻めました。施設レベルは、205でしたね。上から余毛で奪還するのが良さそうかな。ただ、城の下の塔が密集してるのが気になるので、上編集だけど、全体削りをしていこうと思います。人徳あるも左と上、芝居。下、炎症。上、砲塔。右と上、竹林です。思ってたよりも削っていけてますな。炎症が頑張ってくれたねー。竹林のところも想定以上の出来だったな。ということで、この辺であわよくばさらちって意識してます。竹竜で、脳高発動。これで、奪還は楽になりましたね。はい、脳さらちのことしか考えてませんよ。はい、奪還。そして、さらちでした。最終結果は、勝利でした。今回は、占領戦の出生が少なくて、短い動画になりましたね。そして、自分のいる下ルートで、しっかり奪還もできて、勝利に貢献できたかな。久々の3軍対戦でしたが、やっぱり、2軍をどうするかに悩んじゃうね。白衣余毛がいないので、難しい攻めになるのがきついかな。余毛いなくても大丈夫な編成を考えたり、余毛なしの練習をしないと、ちょっと強い相手だと難しいですな。ということで、近日公開しますが、次の動画は、Facebook 連携のエラーについての動画です。よかったら、チェックしに来てくださいね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。